猟犬部隊の隊長、天人の護水のリーダー、そしてカムイ、どれもしっくりこない。やはりお前は源一郎だ。ふん、そういうお前も古剣士だの社長だのと呼ばれておるが、やはり本来の名前、木刀地蔵が一番馴染む。それは本来の名前ではない。次回文豪ストレイドッグス第61話、黄昏のさようなら。最後に今付き合え。